次の方行ってみましょうか。もしもーし。もしもーし。こんばんは。お名前をお願いします。あ、ベニューさん。こんばんは。こんばんは。それでは早速お悩みの方をお願いします。はい。はい。ですね。あ、だんだん増えてるけど、この頃からちょっと感じやすい。うん。ありがとうございます。嬉しい。で、うん、周囲の頃を伝えてもちょっと増やそうと思って、うんうん、で、私もそれを大切にするとか、はいはい、なかなかあの、曲は良かったよとか、うん、リコラとかが、うん、なんかもう人の後離れませんよとかは言われるんですが、うんうん、なかなかその先をこう注意ができる。で、ちょっと思うと、年齢層とかって、うん、なんか偏ってて、うん、あの、こう、他の世代と一体ぐらい差がある。で、考えてみたら、先輩も年齢も、だから、年齢層のことを言われても、なんか多分、他の人が多分、成立してるんじゃないかなと思った。なるほどね。果たして、こう、そういうこう、いうことが、うん、言わない方が、うん、なるほどですね。いや、私今日すごく思ったのは、こんなにバニラビーンズのことを考えてくださる方がいるっていうことにすごく感動した。すごい嬉しい。本当ありがとうございます。そんな、だってね、うん、こんな考えてもらえるなんてすごく幸せだと思いました。ね、うん。ありがとうございますね。だから真剣だね。そうなんですよね。私たちも。うん。ラブな答えは、じゃあ、レナからラブな答えなんですが、はい、やっぱりね、人にもね、趣味っていうものがあるんでね。趣味思考的好みとかね。だから、さりげなく、なんか会社でかけてみて、よかったねって言ってもらって、なんか検索でもかけてもらったら嬉しいなぐらいの。うん。言い方とかで言ってみると、やんわり、そう、やんわり、なんか気になった方は多分検索してくださると思うので、うん、やんわりで大丈夫、やんわり、やんわり、うん、なんか CD かけたり、今日の占いでとかちょっと、今日の占いでバニラビーンズっていうのいいんだよみたいな。え、どっちみたいなこと言ってもらって嬉しいですよね。あ、嬉しいです。天皇派、それとも神の派、神の派みたいな。そうなるように私たちがまず頑張らないとっていう ね、ところですよね。では、占い使ってください。じゃあ、リサから、はい、ヒートなお答えをしたいと思います。はい。で、これ自分たちのことなのでね、あのなんかこういうふうに言うのもね、すごくあれなんですけれども、ぜひ、うん、あの、お友達とかその職場の方たちを、バニラビーンズのライブに連れてきてください。そうだ、そうだ。おめでとうございます。ぜひ。で、それか、あと今、もう年末で、忘年会シーズンじゃないですか。だから、カラオケとかね、きっと皆さんでね、行く機会があると思うんですよ。だからその時に、デーニッシュさんが、バニビを歌ってくださると、あ、そうだそうだ。そしたら、聞いた人たち、みんな、あれ、あ、もう試した感じですか。あら、あ、どうでしたインパクトはあった。インパクトはあったと。インパクトはどれだ。なるほど。はい。わかりました。どうしよう、もうやった後だったよ。どうですかね。ライブに、うん、ライブに行くかね。うん。さすがちょっと、遠方の、遠方の人間があるんで。ああ、そうか。まあ、ライブ行ってよかったよって、まあ帰ってきてから。うん。そうか、もう雑誌とかを広げてさ、付箋とかして。付箋とかして、デスクの上に置いてた。ごめんごめん、あ、ごめんごめん、見てたのみたいな。ごめんなさい。すいません、調子悪かった、すいませんでした。自分たちのなんでね。ねえ、いやでも本当ありがとうございます。私たちもね、いろんな人に知ってもらえるように、ね、うん、頑張りましょう。頑張りますので、ぜひこれからも一緒に頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。またお待ちしてまーす。バイバーイ。はい。はい。
番私たちの心にもぐさっと刺さりますね。きますね、本当に。どうやったら我々できるの？ね。これはきっとね、ずっと課題よね。課題だ。今後のね、頑張りましょう。頑張りましょう。はい。はい、というわけでラブな答えとヘイトな答え、皆さん参考になりましたでしょうか。それではここで1曲お送りしたいと思います。バニラビーンズでラブ&ヘイト。これも踊る？本当に来てんの？うん、雨強い。見えない。持ってるよ。超ピンクだ。こっち。これ読むんですかね。お、姉ちゃん。これ読むんですか。かわいい。はい。最後にみたいなね、メールがいつ来てます。はい。うん。どうも、課長。できるとはいつだってラビュー刺激的スパークリスでラビュー愛求められない。無知の多さを独り占めにしたい。君にささやくのをずっと二人は一緒だよ。占い占いの本だってなんで？しかもちょっと難しそう。当たりそう。そして、うん、え、当たらない。当たります。当たります。ね、当たりそうですもん。なんかその感じいっぱいな感じが。ん、ダジャレになっちゃった。ついた空気蹴飛ばせたらしゅん。体重もっと見つめてもっと体重でも私に触れないで。ゆらゆら揺れて今は君の瞳の中にちょっと弱い。 Restless 苦しいのときめいて Restless もう我慢ができなくて。レモンのシャワーを君の音色の Love you, love you 輝いた Love you 君の瞳の奥の逆夜の空の音。わーレナ見てだ。ナマステなんでいきなりだってこのコーラですよね。超ウケる。レナが言うとめっちゃウケる。本物っぽい。理想系みたいなやつだ。それはこう、はい、すいません。